入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でもお話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山下です。マナビズムの江田です。どうもこんにちは。よ、今回のですねご質問なんですけれども、立命館大学のですね、はい、映像学部について教えてくださいと、はい、いうご質問なんですけれども、はい、僕も通ってましたよね、僕文学部やったんですけど、はい、そこ通る、ね、文学部の校舎がちょっと離れてて、こう、はい、正門から、はい、でそれ行く途中に映像学部があるんですけど、はいはいはい、まあ綺麗ですね。綺麗。他のその引きの先あります。他の学部はあんま校舎汚いんですけど、はい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 、映像だけはめちゃくちゃ綺麗です。あ、そう。あとでできたキャンパス。あとでできたキャンパス。多分後から追加のものですね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。ですね。でも映像って最近めっちゃ来てるから、ね、こうやってさ YouTube でさ塾のそのことを発信するとかも、うん、あのまあ、昔からやってたもののその機材が、うん、あの悪かったりだとか、うん、あの編集の能力がなかったりとかで、うん、なかなかあの発信できない人もいる中で、でも今はスマホ一つで、うん、あの発信できたりとか、あのその情報公開の仕方っていうのが変わってきたから、うん、今から映像の勉強するのって非常にいいよね。そうですね、早めにしてたらそっち行ってもよかったなって今思いますもんね。その映像の部分のつま先し見てましたけど、あの何ですかホームページ。ああ、見てもめちゃくちゃかっこいいですよ。ホームページ見たらめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。さすがって感じですね。今度はあの新しくのうちの、ね、ホームページを作り変えるんですけど、うん、あのこんな感じにしようってなってましたね。立命館のやつをちょっとインスパイアさせてもらうと、うん、めちゃくちゃかっこよかったですね。はい、だ動画のことなんか話せることあるかな、動画のことって。まあ結構その撮影をやってましたね。あのカメラこうやって使って、はい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 、映画みたいなの作ったりだとか、はいはい、はしてるところは見てましたし、うん、まあ、うん、その学問というわけではないと思うんですけど、結構楽しそうな雰囲気でしたよね。確かにね、うん、楽しそうに実習が多いやろね。うん、そうでしょうね。普通に文学部やったら読み書きの勉強をさせられるというかするけど、うん、あの映像はそういうものじゃないと、うんうんうん、いうので、まあ楽しそうな感じは受けますけどね、うんうん、あほんまに映像って深くて、その自分が勉強してないのに偉そうに語るのもあれなんだけど、あの YouTube のコメントでもね、あの音がこうノイズが入って聞こえにくいですとか、うん、今もね、あのマイクを昔のマイクつけてなかったんですけど、今もあの集音マイクをあのセットして、うん、撮影してますし、今も実はこれあの背面、多分雨降ってると思うんですけど、雨トークみたいな感じで、あの背景、僕たちが撮ってるのは緑なんですよね、うんうん、そんなの編集の技術だとか、あのカメラはあの普通のハンディカム、ソニーのハンディカムを使ってるんですけどね、うん、そういうので、今、まあ、どういう風にあの編集後になってるかっていうのは、いつも見てるけど、ちょっとあのいつも撮影場所があのちょっとずつ違ったりとか、うん、環境がちょっと違うんでね、あのどういう風に映ってるかわからないんですけど、本当ちょっとしたあの気配りで、あのなんていうか視聴者の方に与える印象とか、うん、そうですね、そのテロップ の, あのフォントの時代とかさ、うんうん、あの音の出し方とかさ、うん、そんな全然イメージ変わりますから、うん、そんな勉強すると僕はめちゃくちゃ面白いと思うんですね。うん、思いますね。うん、これから来るしね、うん、これが来るというか今もまさに来てるしね、うんうんうん、テレビとか見てておもろい番組とかこう見ててこれ作ってみたいなとかっていうところに興味がある人はめちゃくちゃ面白いでしょうね、うん、しかもあのあれでしょ、さっき見てたんですけど、30% があのマスコミ関係に就職してるっていうデータがありましたね、うん、だからミーハーな人、芸能人と会いたいとかね、うん、ミーハーな人はいいかもしれないですね、うんうんうん、ということで、まあ、非常に今僕らが見た感じでは魅力的な学部じゃないかというぐらい印象ですね、うん、マスコミ関係ってまあもうあれらしいよ、めちゃめちゃ激務らしいよ、ほんま家帰ってこられへんって、ずっと職場で、それでも好きな人じゃないといけないけどね。そうですね、うん、はい、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度の各科の同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVIISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾
マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。